こんにちは。今回はこちらの動画の続きです。これまで使用していた i7-4790 搭載のパソコンが壊れたので i9-1900K に買い替えました。詳細なスペックは前の動画をご覧ください。構成がガラッと変わってしまいましたが、旧 PC との性能比較を行いました。性能比較を行ったソフトはこちらになります。基本は旧 PC 故障前に測定した結果を持ってきています。ちはやローリングのみ、故障した後に測定した結果なので、参考程度に。早速、シネベンチ R23 の結果です。左が旧 PC、右が新 PC です。わかりにくいのでグラフにしました。マルチスレッド性能は約 3.3 倍。シングル性能は約 1.5 倍でした。コア数が 2.5 倍、配線密度が 1.6 倍なので、順当な性能進化だと思います。続いて、FF15 のベンチマーク結果です。わかりにくいので次にグラフにしますが、試した設定は、4K 高品質、4K 標準品質、フルハイビジョン高品質、です。結果は、全く同じでした。グラフィックボード GTX1070 が完全に足を引っ張っている結果となりました。フルハイビジョン高品質でも、グラボの使用率が 100% で、CPU は遊んでいました。逆に言うと、ゲーム性能で言えば、今までの i7-4790 と GTX1070 の組み合わせは、お互いを使い切る構成だったかもしれません。続いて、ちはやローリングです。故障後に測定したため、旧 PC のメモリは 4GB 1枚です。大きくスコアが伸びました。やったね。続いて、私の主要な使い方、Adobe Premiere による動画編集です。Adobe Premiere には、主に CPU による動画書き出し、ソフトウェアエンコード、と、GPU による書き出し、ハードウェアエンコードがあります。今回は、ソフトウェアエンコードと、外部プラグインのダニエル2による GPU 書き出し速度を比較します。書き出す動画は、4K30p10bit の動画を2倍速にして、色補正を加えた 4K60p1 分間の動画です。スタート。お。ハードウェアエンコードを利用すると、書き出し速度は劇的に速くなりますが、i9 のソフトウェアエンコードは、i7 のハードウェアエンコード並みに、速くて驚きました。処理が重たい編集ですが、i9 と GPU の組み合わせでは、1分の動画を1分で、書き出せました。GPU 使用率が 100% だったので、高性能なグラボを使うことで、もっと書き出し速度が速くなると思います。新旧 PC の比較は以上です。概ね満足しています。ちなみに、私のメインチャンネルの動画書き出し中の様子はこんな感じです。ハードウェアエンコードで書き出していますが、GPU はほぼ全開で、CPU には余裕があります。爆熱と有名な i9-1900K ですが、このような使い方ならば、空冷でちゃんと冷やしきれてて、電力消費量もそこまでではないです。ご視聴ありがとうございました。